今日はですね、5月の15日です。今、石崎バイオさんの方に遊びに来て、動画を撮り始めたんですけどね。ここに今咲いているのはですね、私が後輩用にということで、石崎さんの方に、譲ったものですけど、もうぼちぼち咲いてきてますね。まあ、つぼみもほとんど、上がってます。まあ、この辺がですね、亀山さんの昨年の花の、先に進む後輩の花になりますけども、もうこのように、咲き始めていますので、おそらく今月中には全部後輩が終わってしまうかなと思いますね。まあ、こっちはこれから咲いてくるものですけど、まあ、来月の10日頃ですかね。まあ、やっぱり早く芽出しさせて、このように咲かせますと、後輩もつきやすいですね。うちでも昨晩交配しましたけど、とってもつきが良かったですね。こっちは今までの選別した交配用の親になってですね、夜はビニールをかぶせて、早く咲くように工夫してあります。もうだいぶつぼみが膨らんできてますね。まあ、おそらくこの辺もあと10日ぐらいで咲き始めてくるんじゃないかなと思いますね。